ベイパークスジュニアからボディクラーク、いいですね。ここ最初の得点はクラークです。さあ斉藤はここは裏を通ってきた、囲まれている琉球のディフェンス、オープンを作ってスリーポイント吸い込まれていきました。落ち着いて決めてきましたね。うわ甘いですね。しかし簡単にゴールを許さないのが、さあ今村ゴール下に倒れている、得点決めました。今日はなんか非常にこう落ち着いているような、そんな印象を受けますよね。さあ名古屋は今日ここボール動いています。各選手がボールを触っていいリズムでシュートを決めた。エタトン、うまいですね。スピンムーブから決めた、技術があります。ここはフェイクでかわしてアタックするか、まだシュートは打ちません。相手を完全にかわしてここ、さあ首位の琉球相手に、おここスティール狙っていた、得点決めてくるか、これで同点。ここはクラークからフリッピンとのマッチアップ、シュートまでいけるか、このシュート決めた。いいボールムーブメントがありますので、まあ、そういったところは昨日のゲーム1ではなかなか見られなかった部分なの。スリーポイントにも非常に定評のある選手ですが、ここはまだ打ちません。中に突破していく、いやいいですね。いやここは今村のアタック、そうですね。過去には琉球でもプレーしていました。さあ裏をうまく抜けて、わー、技ありシュート。クーリーへ、クーリーとエサトンの争い、エサトンはすでに個人ファウルは3つ、早めに打ってきた、いやいいですね。互いに2メートル6センチ、斉藤余裕を持って打ってきた、スリーポイント、完全にフリーでした。余裕を持って打ってきた斉藤です。コーフリッピン、ここからの突破力、スルリと抜けていきます。レイパークスジュニア、ここで名古屋も外が入り出します。クーリー、ここが空いていた、ここでエンドワン、ゴール下はさすがの強さ、ジャック・クーリー、そうですね。パークスジュニア、クラークに託します。ここは力の差がある、よく見ていた、こうした。地元のスリーポイント、そしてあ、こうフリッピンが行く、決めた。張本、ここは身長差があるが、ボールをディフェンス奪ったぞ琉球、エバンス決めた。さあ再び打ってくるが、これも落ちて、リバウンドは、ああよく拾いましたね。さあエバンス突破していくか、ダブルクラッチか、見せてくれます、エバンス。連続失点を受けて名古屋がたまらずタイムアウトです。さあこの連続と今村入っていく、波里に、そこに秋下がいます、ディープスリー、これが決まった、決まった。さあ再びクラークです。なかなかまだ中には侵入できていません。クラークが勝負に出る、振り向き球のショートを決めました。まあ、先ほどはスリーツー、そして今度はツースリーと変化を見せます。パクチニア、フリッピン、細身の体ですが当たっていく、ボールを落とした、ボールを。さあここは接触があったか、ファウルはありません。ダミトさんの力が勝ります、よく見ている、ここ好調です。さあこのルーズボールの争い、ダミトさんも食らいついていく、斉藤からバウンドパスを通してダンク。この場面、名古屋はスティール狙っています。落ちる、決めた、ここで逆転、スリーに名古屋逆転。クーリーが強いぞ、エンドワン、ほぼ決めれば逆転というところに来ました。名古屋です、名古屋が決めれば逆転というところに来ました。名古屋のこのシュートが、今日一番のこれ、お客さんからのこのプレッシャーじゃないでしょうか。いやよく決めました、ここで決めれば再度逆転です。
決めました。プレッシャーに勝った。残り時間が少なくなってきました。岸本この距離でスリーポイント、これが落ちて会場からため息。